こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題は、投資信託は手数料があまりにも高すぎるという話をしていきます。1つ目、投資信託は金融機関の手数料ビジネス。2つ目、信託報酬年 2% などがある。3つ目、225ファンドの正体、買うだけで 2.1% 手数料。4つ目、710億円の資金の 2.1% で約15億円。投資信託っていうのは金融機関の手数料ビジネスということです。手数料ビジネスっていうのは、当然株とか為替などを売買した時に手数料が入るので、この手数料を集めるのがこのファンドというビジネスになっています。基本的にこの手数料っていうのは、当然金額ですね、金額が増えるほど手数料当然増えますし、あとはやはり売買回数ですね、売買回数が増えるほど手数料が増えるというふうになっている。前回前々回ぐらいの動画でですね、外貨預金ですね、こちらが手数料が非常に高いっていう話をしたり、あと FX 業者が儲かる仕組みについてお話をしました。これと同じように、金融機関、いわゆるお金に関わるビジネスっていうのが最もお金が集まるビジネスなので、国は多く、例えば銀行とか証券会社に非常に高いハードルの規制を設けているのが、このゆえんです。今だと仮想通貨、暗号通貨も非常にライセンスを取るのが厳しくなったっていうのは、このお金を動かすことによって莫大な手数料を得ることができるから、不正を行うような業者が入ってこれないように、ここを非常に手綱を締めてるわけですね。ここの中でも、この投資信託の手数料っていうのは非常に美味しい稼ぎ頭、ドル箱ビジネスだっていうふうに言われています。2番目のところで、信託報酬年 2% などがあるっていう話は、この信託報酬っていうのは毎年かかる報酬です。ですから今年 2% だったら、3年運用したら 6% 手数料をこの金融機関、要はファンドの運用会社が得ることができると。ちなみにこの投資信託の話をしておくと、投資信託っていうのはファンドオブファンドっていう形で、 A という会社がファンドをやっていると、これに対してさらに手数料を乗っけて B っていう会社が売ることができるわけですね。つまり A のファンドを B は手数料を乗っけて売ることができると。つまり自分たちが運用しなくても、 A というファンド、他にも C とか D とか E とかっていうファンドがあれば、全て自分たちが手数料を乗っけて売ることができるっていうのが、このファンドビジネスになっています。なので、介在する人が多ければ多いほど手数料が増えてきますし、さっき言ったように金額が多い、売買回数が多い、あとレバレッジがかかるなどすると、莫大な利益を生むのがこの金融商品になっています。で、3つ目ですね、225ファンドの正体、買うだけで 2.1% 手数料っていうのがあります。これちょっと昔に調べたんですが、日経225っていうのは日経平均の225柄の銘柄みたいなもんです。簡単に言うと、それがバスケット、つまり何個かこうセットになっていて、これを売買することによって日経平均と連動するような形になっているんですね。ですから、日経平均が上がればそのファンドも値段が上がっていくし、下がればそのファンドも値段が下がっていくという仕組みになっています。仮にじゃあ日経平均が1万8000円の時に買って2万円に上がったとすると、当然そのファンドを持っている人は儲かる。逆に1万8000円で買って1万5000円まで下がってしまうと、当然持っている人は自分の資金が減ってしまうということになります。なので、この日経平均のファンドを買うっていう考え方ですね、この投資信託を買うっていう考え方は非常に正しいような気がするんですね。なぜなら、投資の運用のプロが動かして上がれば上がるし、下がれば下がるっていう形なんですが、そうではなくて、この日経225ですね、こちらにファンドにお金を入れるだけで 2.1% の手数料が取られると。これが信託報酬で毎年かかるものだと、さっき言ったように3年だと 6.3% の手数料が取られてしまうということです。で、ここには大きなからくりがあって、実は日経225っていうのは先物として自分で取引することができるんですね。先ほど某証券会社の手数料を調べていたんですが、仮にじゃあ200万円このファンドにお金を入れるとしましょう。そうすると、先ほど 2.1% だと、4万円とちょっと手数料がかかるわけですね。で、もう一つ、今証券会社の方でこの日経225先物っていうのを仮にトレードする時の手数料を見たところです。
ですね、なんと枚数ちょっと違うんですけど180万円に対して手数料500円だったんですね。片や4万円片や500円なので、ここに80倍の手数料の差額が出てると。成績は基本的に一緒です。なぜなら日経225に連動するからなんですよ。だからバンドなどを買わずに個人的に200万円分の保証金、要はお金を入れて日経225を買いというポジションを取った時に1万8000円が2万円に上がれば、その差額、20万円儲かるということになります。ファンドをやった時には同じ20万円儲かるんですが、そこから4万円差し引かれてしまうっていうのが、このいわゆる投資信託の手数料ビジネスということなんです。ここで他にも例えば水産株を買うファンドとかエコファンドとか、まあ、いろんなファンドがあるんですが、全てのファンドは今言ったように個人的にその株を買えばその信託手数料っていうのを払わなくていいんですけど、さっき言ったように今ネット証券の手数料って非常に安くなってるんで、200万円買っても500円、まあ、1回しか売買しないんで買ったまま持っておくってことですね。もちろん3ヶ月で先物って切れてしまうんで、その先どうするかっていうのはもう1回売買しなきゃいけないんですが、少なくとも1年間で4回しか売買しないから、先ほどのあと500円かける4で2000円です。こっちは1年間で2万円払う、こっちは500円かける4なんで2000円ですね。ここでも10倍の開きがあるっていうように、とにかく手数料を稼ぐためにいろんなものを組み合わせて、とにかく売買回数を多くする、お金をいっぱい集めるのが投資信託の仕組みになってます。当然金融の雑誌に広告が出ていたり、まあ、テレビ CM をやったりですね、口座開設のキャンペーンなどをしてるから、この辺の広告費も実際のところお客さんが払ってる手数料から出てるのがこのファンドの仕組みです。で4番目のところですね、710億円の資金で 2.1% を運用すると、先ほどだと15億円近い手数料を得ることができると。3番で説明した225ファンドに実はお金は710億円集まってるっていうのを過去に見つけたことがあります。つまりそこに710億円入れた人は先物等の手数料差がこれだけあるっていうことを全く知らずに、自分が知らないからとか面倒くさいからとか、まあとにかくわからないからプロに丸投げっていうような形でその225のファンドを買ってしまったんですが、実際のところそんなことをやらなくても先物を買えば全く手数料が違うっていう世界があったということです。今日のまとめですが、1番目投資信託ってとにかく金融機関の手数料を集めるビジネスだっていうことを理解しなきゃいけない。2番目信託報酬、毎年払う手数料が年間 2% とかあるっていう可能性があるってことですね。これ今積み立ての預金をしても年利で 2% つくものなんていうのはないわけです。ですからそこに手数料を払い続ける、まあこれ買ったファンドが上がっていけばいいんですけど、下がっていったら下がってなおかつ手数料を払うようなことがあるんで、非常にその銘柄選びとかその会社選びっていうのはしっかりやらなきゃいけないなっていうふうに思います。3番目のところの225ファンドの正体はずっと言ってますけど、自分で先物を買えば手数料を非常に抑えることができて、4番目のところですね、とにかくたくさんお金が集まってるファンドの黒みそっていうんですかね、この要はこれは何に投資するものだとかどんなリスクがあるっていうのが書いてあるんですけど、そこで報酬体系、つまりこちらからは手数料ですね、向こうは相手は金融機関は報酬なんで、この手数料を一体いくら払うのかっていうのをよく調べておいた方がいいというふうに思います。今日は、まあ、アンティークコインとは全く違う話で投資信託の話をしたんですが、まあ、いつもお話ししてます、その不動産であり投資信託であり FX であり外貨預金であり、さまざまなその投資と言われる案件があるんですが、その中身を必ず精査して一体どれが儲かるのかっていう話をよく確認した方がいいと思います。私アンティコインとかモダンコインのこと非常に詳しいんですけど、それでも皆さんが知らないようなことをたくさん知ってるから、まあここに非常に大きな情報の壁っていうのがあります。ですからこの壁を突破するには自分でとにかく調べるっていうことを癖づけた方がいいんではないかというふうに思います。本日の動画のご視聴ありがとうございます。動画の方にぜひ高評価ですね、こういういいねマークとか、チャンネル登録、あとコメントいただければコメントに対する返事も
なるべくさせていただきますので、ぜひ積極的に参加していただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。